ですか。お元気ですね。じゃあみんな夢というテーマがありますけども、私の夢だけではないの話、小さいの話したいですけども、なんか気になったことは、子供の時は夢は大きい、体が小さいというのは夢は大きいけど、特に私の場合には体が大きくなったら夢はちょっと小さくなります。ちょっと面白いの話の中、私の性格するの話しながら、簡単にしたいと思います。これは私の夢の世界ですね。最初は子供の時大きいですね。私の夢、世界の枠の中には夢の、大きいでした。例えば一番小さいの時は3歳ぐらいで、私の夢は宇宙飛行士になりたいでした。いつも私アリゾナ出身ですけども、砂漠なので星がよく見える。子供の時はよく星を見ながら考えます。今でもなんか日本は、あまり見えないんですけど、まだその星を見る考えながら大好きです。もうちょっと大きくなって、これは高校生のエリックです。私その糸を食べました。高校の時代は父さんの同じ仕事はまだ宇宙飛行士なんか同じぐらいの仕事で、ロケットを作りたいの仕事になりました。大きくなったら、ちょっとずつ夢が変更することがそのテーマですね。でもずっと同じのことはこの人になりたいでした。ご存知ですか。スーパーマンではない。違う。スタートレックですね。キャプテンカークになりたい。ずっと。それなんでいいかな。なんでいいかな。そのことはそのアリゾナに行きます。これはアリゾナの雰囲気ですけど、私は天文学が大好きで、まだ星が見えるわ。大学とかいろいろの時はまだ夢が変更します。To the stars。でも面白いことは、私大きくなって夢がちょっと小さくなりましたと思います。でも書いてあるんですよ、 Our dreams change and grow with us。 So, 私の育ってる時には私の夢も育ってる変更します。それはすごい信じるようなことですね。そう、いつも質問は自分に疑問ですか。 Why do I want this? その夢はなぜが欲しいんですか。それは必要ポイントと思いますか。思います。なぜ宇宙飛行士になりたいですかとかちょっと聞いてみて、やっぱり探検のことが好きで、のことに勉強を習いました。そのことを分かりになって、なんかいろいろな旅行をやって、なんかそれのせいの陰で今でも日本に住んでいると思います。なんか最初の夢ではないけど、夢のちょっと変更して夢の部分はまだ残っていると思います。今でも宇宙で生きるんですけども、日本に来た時には先生になっていましたですね。でも前の望遠鏡に星が見えるは大きいの夢の感じがありますですけど、今はみんなに見えるのことです。だから先生、やっぱりの先生の心は生徒の夢を応援したいことです。だから今の夢はもっともっとの人も夢してほしいのことになりました。はい、簡単ですけども、はい、ご清聴ありがとうございました。
ス先生でした。あのもう一度拍手をお願いいたします。素晴らしいですよね。いやよかった。生徒がスターでしたっけ。そうですね。本当にこう星というか輝きを持つ可能性たちがすでに輝いている人だった。なんか子供をずっとから同じ夢持ってる人が、そうですね、素晴らしい。本当に、ね、おめでとう。